別れた人に会った、別れた渋谷で会った。皆様の夢を叶えるコーナーです。番組ではロスインディオスの棚橋静雄さんとデュエットデビューを希望される女性ボーカリストの方を募集しております。今流れております東京ベサムンジョ、この曲を私とデュエットしていただける女性ボーカルを本気で募集しております。それでは早速今週のデュエットを希望される女性ボーカリストの方にご登場いただきましょう。どうぞようこそ。 お名前をお伺いできますか。はい、はい、倉床節子と申します。はい、倉床さん、今日は山口県からお越しいただきまして、カラオケ大会では、はい、優勝された経験もおありということで、はい、これはかなり弾みで、弾みそんなことないと思いますけど、かなり期待が持てるんじゃないかなというふうに思いますけど、もし合格されたらどのような歌い手さんになりたいですか。いえ、ここに来れただけでもう十分です。いやいや、まあ、期待以上はもう合格目指して頑張ってください。はい、それでは早速歌っていただきましょう。合格目指していきましょう。東京ベサメムジョ、どうぞ。偶然というにはできすぎる、君とこうしているは何か定めを感じるわ。流れ任せで目覚め、そして流れて無情。東京東京目覚め無情。はい、どうもありがとうございました。すごく軽やかに歌ってらっしゃいましたけど、どうだったですか。緊張されました。緊張しました。でもすごくなんかいいフィーリングで、もうすごく声が通ってね。そうですね、バーッとこう出てたような感じですけども、はい、ありがとうございます。田中さん、それでは早速合否をお願いします。ね、完全でございます、はい、合格ですよ。合格ですね。はい、合格です。おめでとうございます。ありがとうございました。それでは、はい、ね、レコーディング頑張ってくださいね。はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。